はい、今回はですね、サンタさんですね。基本的にこの白い部分ですね、これがここを含めて1本で、ここですね、ここからこれが1本で、これとこれでこれが1本で、これですねが1本、それでこれはお手手なんですけども、まあこういうのがあれば大丈夫ですね。それで、あとなんだっけ、あ、ここはもう半分ぐらいあれば大丈夫です。で、行ってみたいと思います。まずですね、ここからですね、こういうのですね、で、切れ端があれば十分です。結ばずにですね、4センチ取っていただいて、8センチ取っていただいて、で、ここをしっかりと結び合わせます。で、こう切っちゃうんですね。はい、こういうのをですね、これを2つ作っていただきます。でですね、下ここのところですね、こんな風になってます。あ、これぐらいあればいいですかね。これで30センチくらいですね。で、4センチぐらいかな。ペンチテストを作っていただきまして、で、これぐらいですね。これはここで5センチ。で、スペーサー、これも4センチですね。で、これを作って、これを作って4センチのピンチですね。で、これを作って、で、おしまい。進んでおきます。はい、こんな感じですね。それでは、この部分に行きたいと思います。
はい、10センチくらい残しておいてくださいね。で、先ほどのこれをこう潰します。で、こういう感じですね。で、そこにこれを入れます。で、ですね、いつだっけ、これですね、これも8センチですね。まず8センチ切って、もう一つ8センチを取って、でこれをここにはめます。で、これも8センチと戻ります。ですね、もう一つ8センチ、から今度はこっち側ですね。で、8センチ取って戻ります。で、8センチ取ってよ。もう一つのこれをね、つけます。それで、ここに、こうですね。適当に。これ、ここは、抜いといた方がいいですね。空気が詰まっちゃう。で、これで、
ですね。はい、ではここ、この上のところを切ってみたいと思いますけどね。10センチ残しですね、結んでいただいて8センチ、8センチ取って4センチでピンチツイスト、でこれと同じで8センチですね。それでこれと同じですね、ピンチツイスト。でこれを合体します。でこういう感じですね。で10センチです。もう一つ10センチ、はい、そしてこれをですね、ここに合体します。で、これをワープの上にして、この状態にしま、していきまして、にしまして、で、ここと合体します。それで、これをと紐状にしていきまして、で、反対側と合流します。こんな感じですね。で、こっちが前ですので、ここにね、こうはめていくんですね。これですね。それで、この、これを入れていきます。半分ぐらいでいいですね。はい、これね、15センチ残しですね。それでこれと同じ側につけます。で、このちょうど真ん中ぐらいですね。これぐらいかな。じゃあ貼ってみましょうかね。ですね。5センチですかね。5
それでこれをもうワープしてここに立ってほしい。こうですね。それで、4センチぐらいのやつを作って品質をしてきます。それで、これと同じのを作って、それでハンターが止めます。それでこれをワープしてこっちに行きます。で、これは、終了です。ここで切ります。はい、それでこれで、ここを作ります。細くしてくださいね。終了です。あ、終了じゃなかった、ごめんなさい、まだあるんだそれでここですね。さっきの残りでも足りるかな。まあいいか。これやつ25センチです。十分です。ここに貼ります。それで真ん中ぐらいですね。はい、6センチで、ピンチツイストを2個作ります。それで同じく6センチですね。
それで反対側に行きます。あら、長いの、ほんと26センチ。あ、長い。これぐらいですか。あれ、で切っちゃいます。はい、それでこれをこれですね、ワープしてここに入れていきます。ここでピンチツイストを作ります。丸くなるよね。で、こっちに行きます。で切っちゃいます。終わりです。これということですね。形はできました。あ、ちょっとこれをもう少し押し込んでください。それでここに お絵描きをして終わりですね。
ということでサンタさんの完成です。富士山愛好家でした。またお会いしましょう。チャンネル登録がまだの方は、この左側のこの辺ですねにボタンがあると思いますので、そこを押してチャンネル登録をお願いします。登録してください。